はい、こんにちは。今回は数学1、2次関数の解説第7回目、平行移動と対称移動について解説していきます。まず118番から見ていきましょう。y イコール 2x の2乗のグラフを、横に縦にちょっと平行移動すると、 y イコール 2x の2乗たす 8x たす5となると。ということで、この平行移動の量を知りたいので、平行移動の量を、P、それから Q 使って表すと、y イコール2、括弧、x が横の平行移動量 P 分こうね、ずれて、で、縦の平行移動量を Q とすると、こういうふうになります。平行移動の量を PQ とすると、元の式ね、y イコール 2x 二乗はこれになりますと。これを展開して、y イコール 2x の2乗を足す 8x たす5と比較します。これを展開してですね、x について整理すると、2x の2乗マイナス 4px プラス 2p の2乗プラス y となります。q となります。これが y イコール 2x の2乗を足す 8x たす5と一致すればいいんですね。これが一致するためには、ここが2、ここが8、ここが5になればよいので、次のね、連立条件式が成り立てばよいことになります。ということで、すべての係数が一致すれば、グラフが完全に一致しますので、この条件式を解きます。これを解いて、p イコールマイナス2。で、q イコールマイナス3となります。よって、四角に入るものは、マイナス2とマイナス3になります。今、こうやってね、平行移動量を unknown pq 使って、係数比較っていうテクニックに持ち込んだんですが、実際には、この y イコール 2x の2乗を足す 8x たす5を平方完成して、頂点の位置が分かれば、問題の答えにたどり着くことが可能です。これを平方完成をして、頂点が分かる形に直すと、こうですよね。こういうふうになると。で、これが、これと一致しなければいけないので、p イコールマイナス2、q イコールマイナス3と。だから、このゴール側から、スタートと比較するっていうね、方向で進んでも同じふうに解くことができます。では、続いて119番に行きましょう。与えられた放物線を x 軸に方向に1、y 軸方向にマイナス2だけ移動したということなので、これは横に1移動させたければ、x を x マイナス1へ、縦にマイナス2移動させたければ y を y たす2に置き換えます。そうすると、与えられた放物線の式は y たす2イコール2括弧 x-1 の2乗、x が x-1 に置き換わった、プラス4括弧 x-1、マイナス1となります。これを y イコールの形に直せばいいのですが、とりあえず右辺を展開しましょう。2括弧 x の2乗、マイナス 2x プラス1、プラス 4x-5。ということで、y イコール、展開して項べき順に整理すると、2x の2乗、マイナス 4x たす 4x が消えて、プラス2とプラス2が消えて、マイナス5となります。ということで、y イコール 2x の2乗マイナス5です。ちなみに、これ、元のこの式、頂点に調べてみると、元の式ね、y イコール 2x の2乗足す 4x-1 なんだけども、これ平方完成すると、こんな風になりますかね。プラスマイナス3だね。
こういうふうになるので、頂点の位置に注目すると、マイナス1カンママイナス3。で、これが、右に1移動して、下に2移動するから、新しい式の頂点は0カンママイナス5ってことが、チェックすることができます。ね。はい。頂点にね、絞ってみるだけでも、まあ、答えにたどり着くことは可能です。はい。では、今度は対称移動の話になります。X 軸対称移動、Y 軸対称移動、それから原点対称移動とありますが、この移動のルールはですね、X 軸について対称移動させると、任意の点ね、任意の点 X カンマ Y を X 軸について対称移動すると、X は変わらないけど、Y の符号が変わります。OK? ということで、X 軸について対称移動させたければ、X カンマ Y を X カンママイナス Y に置き換えれば、良いになります。ということで、元の式がね、こういうふうになっていたら、X 軸について対称移動させたければ、Y を X 軸について対称移動したグラフの式は、Y をマイナス Y に置き換えれば良いので、まあ、こういうふうになります。これを Y イコールに直すと、両辺にマイナス1をかけて、y イコール 2x の2乗プラス 3x 引く1となります。では、括弧2ですが、y イコールマイナス 2x の2乗引く 3x 足す1を、y 軸について対称移動させると、対称移動したグラフの式は、y 軸についてね、任意の点を移動させると、このように x がマイナス x に置き換わります。はい。ということで、このルール、この、ここはね、その x カンマ y を、あ、しょ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 、ストップストップストップ。すいません。じゃあどこまでやったか忘れました。括弧2で、y 軸について対称移動したグラフの式は、x をマイナス x に置き換えるので、y イコールマイナス2、括弧マイナス x の2乗、マイナス3かける、括弧 x をマイナス x に置き換えて、プラス1となります。これを書き直すと、y イコールマイナス 2x の2乗プラス 3x プラス1となります。3番目、原点についての対称移動ですが、原点について対称移動っていうのは、まあ、X 軸について反転させて、まあ、その後 Y 軸について反転させるのと同じです。で、まあ、X カンマ Y は、マイナス x カンママイナス y に移動しますので、x をマイナス x に、y をマイナス y に置き換えれば良いです。原点についての対称移動をしたければ、x カンマ y を全部マイナス x マイナス y に置き換えます。なので、元の式のね、y をマイナス y に置き換え、x をマイナス x に置き換えます。ということは、この右辺の部分はさっきの問題と同じになるので、このようになりまして、でその後両辺にマイナス1をかけて、y イコール 2x の2乗マイナス 3x マイナス1というふうになります。はい。では、121番に行きます。はい。平行移動と対称移動が混ざってますね。y イコール ax の2乗プラス bx プラス c のグラフがあって、まあ、これを右に1、下に2平行移動し、その後 y 軸について対称移動させたら、まあ、
以下のような式が得られたと。ということで、ストレートにですね、スタートからゴールに向けていきますと、まあ、正攻法でいきますと、y イコール ax の2乗プラス bx プラス c からスタートします。これを右に1、それから下に2平行移動させるというのは、x を x マイナス1に置き換えて、y を y プラス2に置き換えます。そうすると、y たす2イコール a カッコ x 引く1の2乗プラス b カッコ x 引く1プラス c になります。この後、これを y 軸について対称移動させるので、x カンマ y をマイナス xy に置き換えます。ということで、そうすると、左辺は変わらず、右辺の x がマイナス x に置き換わるので、このようになります。で、この式が、まあ、マイナス x の2乗引く 4x 引く2になるということなんですが、一度展開して、式を整理していきましょう。まずこうなるので、y イコール ax の2乗プラス 2a マイナス b、ここに x があるからね、2a マイナス bx プラスその他 a 引く b 足す c と2を移項するのでマイナス2となります。これが y イコールマイナス x の2乗引く 4x 引く2と一致するので、マイナス1、係数がね、x の2乗の係数が一致する。x の係数が一致する。それから定数項が一致するということです。これを ABC について解くと、A イコールマイナス1、B イコールプラスの2、でそれから C イコールマイナス1、マイナス3かな ?3 になりますかね。マイナス1、マイナス3、そうですね、3ですね。はい、ということで、ABC の値はマイナス1、2、それから3です。うん、これは正攻法でね、攻めていった場合なんですが、逆から攻めてみたいと思います。ここで行われている平行移動とか対称移動っていうのは、元に戻すことができる、逆にやることもできます。ということで、今度はゴールからスタートしてみましょう。y イコールマイナス x の2乗引く 4x 引く2です。何かをy 軸について対称移動させてこれが得られたってことは、その y 軸について対称移動する前はやっぱり y 軸対称移動すればいいので、y 軸対称移動をすれば、一つ前の段階に戻ります。でその後、その下に2ずらしたっていうのを元に戻すには、上に2ずらせばよく、右に1ずらしたを元に戻したければ左に1ずらせばよいことになります。ということで、この式の、まあ、x カンマ y をですね、まずマイナス xy に置き換えて、まあ、その後ですね、その後 xy を、それぞれ x たす1と y 引く2に置き換えます。ということで、ファーストステップの後でですね、どうなるかっていうと、y イコールマイナス x の2乗たす 4x 引く2。でそこから平行移動を元に戻せばいいので、上に2ずらして、左に1ずらすと、元の式に戻るはずなんでね。で、これを計算すると、マイナス x の2乗プラス 2x プラス3になります。はい。これは、これを元の式と比較して、まあ、A イコールマイナス1、B イコール2、C イコール3というふうになります。
ということで、アンノーンからゴールへ向けてストレートに行ってもいいし、ゴールから移動を逆に行って、まあ、アンノーンにね、たどり着くっていうね、2つの、ステップが考えられますが、まあ、どちらでも解くことができる。まあ、ぜひね、両方でやってみてほしいなと思います。今回の解説はここまでです。